やばいのいた。まだメルトにスタバのお金返してない。今言わなくていいよ、びっくりした。待って、鉱脈あった。え、うちの知らない間にスタバ行ってない、それ。いや、二人で会う機会があったの。おい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 。おい、いつだよ。え、なんかみんなにも長い間会ってないかも。え、トシちゃん会ってない。いつが最後だ？え、フェス？いや、おい。いや、違う、終電があっただろうな。おい。おい、うちらの思い出が。ちょっと、ちょっと。おい、力尽きたよ、ショックで。ごめん。ごめんね、私。ほら、ショックで力尽きたよ。ごめんね、動揺。動揺しちゃったらごめんね。すごい、無言で大パンだけで響き渡ってるよ。おもろすぎるな、はい。ちょっと出現しちゃってるね、それ。こじみずアウト。アウト。あ、私もなるよここに。これは違うよ。ちょっと拾っちゃったうち、ごめん、一個拾った。これは石だよ。石でした。なんか熱うろこ拾っちゃった、ごめんね。あ、みんな拾えるから大丈夫だよ。あ、本当？みんな拾えるの？うんうん。拾えぬ。なんだ。らしいぞ、どうやら。平和な世界でよかった。この落とし物をめぐってこの4人のただで過ぎさするかと思ったのに。どっちかっていうとのぞみとメルとかだね。あ、私の方がコラボさせたのにとか言われたらどうしよう。あ、それ拾うんだ、へえ。私の方が今装備揃ってないけどね、へえ、拾うんだって可能性あるな。ギスギスすぎに。ギスギスギス。うわ、すげえ、ギスギス拾えたろ。ありがとう。いや、見たいけどね、荒らしてるとこ。耳栓の。いや、やっぱギスるのが一番おもれえから。なるほど。え、それはこっちのさ、酒場の受付場のところでやっていいやつ？あ、待って、レイヤー？レオス？あー、どっちだ？レオス。それ先輩なんだよ。違う、違う。めっちゃ喜ぶじゃん、拍手とか言って。大喜び。先輩だね。呼び捨てちゃうか、先輩。うわー、やっぱ。拳、違います。豆る拳ともなるとね。いや、違うよね。ごめんなさい。違うね、やっぱ。ごめんなさい。おもろ。フルマラソン素晴らしかったです。素晴らしかったです。じゃあ走りに行くか。あ、やべえ。やべえ、変な汗出たわ、普通に。ドヤ顔出てたからね。レオス。レオス。ごめんなさい。どうしたらいいですか。何もわからなくなりました、俺はもう。じゃあとりあえず、ベヒモサをしに行くか。はい。あ、温泉あるよ。温泉。え、いいなぁ。あ、ちょ、ばっと。はしゃいでみた。しーちゃん、はしゃがないの。はしゃいでみた。はしゃいじゃって。ちょっとまずい、ちょっとまずい。え、なになに何一人しーちゃんぷっかぷかで終わったのに、奥の方でなんかイチャイチャしてるって。なんかイチャイチャしてる。ね、婚約で気まずい、これ。ちょっと後先出るわ、ちょっと気まずいから。ちょっとなんかヤバいカップル婚約に入ってきちゃったから、ちょっと先出るわ。休んどこ。だいぶカオスだったな。ちょっと外気よくしよう。いや、メルトが仕掛けてきた。仕掛けてきた。仕掛けちゃった、ごめん。うわ、結構大胆なんだね。気まずいな。なんだから。え、ちょっとさ、これどう？なんか BGM がすごい、なんかロマンチックじゃない？BGM、そう。え、ちょっと今の、ちょっと今のクラウチにちょっとこの BGM はまずい。ムーディーすぎる。やばい。すべての環境が私を後押ししているってこと。こんなでっけえピンクのベッド使っちゃってさ。
おいおい。なんかお似合いだね、めっちゃ。メルチっぽいよ、めっちゃ。お似合いだね、やばい。やばいですよ、これは。まったく。ちょっとありますよ。まだ明るい時間なんです。ちょっと健全な防犯するんです。失礼しました。じゃあ、狩り行くか。ちょっと、あれだったら。だって壁ドンの練習になるし。あ、ほんと？二人とも壁ドンできるようになろうよ。ま、結構大事だから ね、 ね、 ね、壁ドン大事。壁ドンできるとね、世界が変わるよ。めっちゃごめん。え、なんで謝るの？は、ふざけんな。うざ、謝られたんだけど、ムカつくわ、ほんまに。やべえ、どうしよう。何やってんの？やばいやばい。俺、クラモチ、やっぱ彼氏怒らせない方がいいって言ったじゃん。やばい、そう、でも私特殊訓練受けてるから大丈夫だよ、別に。お前、謝れなっていつも言ってんだろ。まずいまずい。嫌な体勢だな。なんでいつもやめろっつってんのにやるんだよ。ふざけるな。すいません、ごめんなさい、本当に。これで体勢だったのか。投げらないで、投げないで、お願い。あ、ごめん。ちょー、ちょー、ごめん。みんなの前だから、みんなの前。ごめん。新しいな。後にしよう。二人だけの時にしようね。怖いよー。おもろい、おもろい、おもろい。もっとやって、もっとやって。え、スロット行ってみる？スロット行ってる。よし、行くか。わー、光虫いっぱい取れた。パチスロ打ってからさ、焼肉行くのちょっと最悪すぎないか。カス大学生すぎないか。最高の間違いじゃない。そうだよね。いいのかな。いいか。あ、待って、これ2倍になったの忘れた。あ、終わった。パチスロってどこで打てるの？え、あの DV 彼氏が打ってるやつだよ。あー、あれか。え、あれでしょ、DV 彼氏、かっこ獅子堂あかりでしょ。そうそうそう、獅子堂あかりが打ってる。どこだっけ？あ、ここか。私まだみたい。え、パチスロー今やってないの？うん。え、今解放していいよ。やっぱりあのあれかなって思って、自分が打つよりそのね、あのあかりくんが、うん、ちょっと支えたいなって思ってさ。あ、私は打ったらいけないのかなって。打っちゃいけないって言われてるから、自分で打つなって言われてて。わ、彼女には打つなって言う一定のやつだ。今日パチンコ行くから、パチンコまで迎えに来てくんない？全然いいよ、全然いいよ。そのためにお酒も飲んでないし。やだな。大丈夫だよ。やだ。そのために酒飲んでないのもリアルでやだわ。え、ごめん、待って、もうちょいかかりそうだから、あと1時間隣で座っててくれる？全然大丈夫だよ。あの解像度高。やだな。ちょっと駐車場なくて路中になっちゃうと、あのね、捕まっちゃうから。そうだよ、怒られちゃうからね。ドライブしてくるから、すぐって。あ、分かった。じゃあまた連絡するわ。あ、うん、待ってる。うん、うん、大丈夫、最近お金困ってない？大丈夫？なんか働いても働いても全然増えないんだ。職場紹介しようか？仕事紹介しようか、ニートだけど。仕事だけなんで、人を紹介しちゃった方がいい、それは。ニートじゃねえか、そうじゃん。説得力がなさすぎる。パチスロ待ってあるの？やだな。